神崎神社は、鳥取県東白郡琴浦町に所在する神社。通称、赤崎の孔神さん、孔神さん。御祭神は、須の命で、家内安全、海上安全、牛馬の守護神として知られている。本殿や拝殿には、竜や浦島太郎、乙姫様、竜宮城等の彫刻があり、中でも拝殿の天井に、豪快な刀法で彫られた。 全長16メートルの竜の彫刻が最長級と言われ特徴的である。1952年、本殿は鳥取県指定保護文化財第1号、廃殿は鳥取県指定保護文化財第2号に選ばれている。また、県民の建物百選にも選ばれている。本神社の縁に創建は火災による関係資料の消失により不明である。 しかし、1566年、合参と打城が落城の際、三院の守護大であった城主、天子義久の家臣が、城の守護神を大いに背負って逃れ、この地に彰子を建てたと伝えられている。胸札による最古の建築は1702年で、当時は神仏集合のため、御穂大工人と称した。本殿は、 鳥取藩加え大カ,カの小倉園三郎により1848年に上等式、1853年に完成した。なお、明治初年、神崎神社と改称した。ありがとうございます。